ちょっとでも覚えていることは、例えばなんであんな場所にしゃがみ込んでいたのかとか。よく覚えてないけど、逃げてきたみたい。何かから逃げてきたって。思った以上の厄介事だな。本当にこいつは厄介事だな。どうする気だ、ナレ。これはまた姫さんに助けてもらうか。またあの小娘に頼る気か。全くもって情けない。うるせえな、仕方ないだろう。それに彼女を預ける場所も考えなきゃならんし。なんで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 、ここに置いてくれるんじゃなかったの？うわっ、いつんな話が出てきたんだよ。見知らぬ男の家に住もうなんて、そりゃいくらなんでも無防備すぎやしねえか。見知らぬなんかじゃないよ。その根拠のない自信はどこから湧いてきた。とにかくダメだ、ダメダメ。問題がありすぎる。心配しないでも、ちゃんと信用できるところを探すから。追い出したら拉致されて監禁されたって振り回ってやる。社会的に死んでみるか。世間様から石やら腐った卵やら投げつけられながら、後ろぐらーっと生きてみるか。大十字苦労ここにありきって首くくって死ぬか。から厄介を抱え込むことになると言うている。Thank you.
お出かけ？お前の服とかいろいろ買い出しに行ってくる。留守番してろ。ないだろうが。いいよ別に、このままの格好で。いいわけあるか。おー、だったらあの服着ていくよ。これじゃいくらなんでもあんまりだろう。おとなしく。程度のにしてくれよ、頼むから。すっかりと女に振り回されるのが板についたな。しても大丈夫かな。あんなに堂々と表に出てきて追われてるんじゃないか、あいつ。さあな。そうだとしてもまさか白昼堂々と仕掛けては来ないと思うな。俺は例外の存在に心当たりあるよ。舌が長いぞ。何怒ってんだお前。ああ、いいんじゃないかエンネア、よく似合ってる。自分が一番苦労に
に近いって油断しているのかな。甘い甘い、とろけるように甘いね。女ってのは日々己の美貌を計算しないと簡単に見捨てられてしまうんだからね。でもそもそもその貧弱な体つきじゃ最初から相手されないかもね。よくも苦労をこんな目に。いや、今のは誰が盾にしたんだろうが。うわぁ、人のせいにするなんてとことん少年の腐ったやつ。その認識、そっくりそのまま誰に返す。お客様、ご会計の方よろしいでしょうか。いや、だから気絶してるんだって。うわぁ、クロウちゃんがまた新しい女の子餌食にしてる。もう散々言われ続けたからいちいち突っ込まねえぞ。いいんじゃない、クロウちゃんのとこにいたいって言うんなら置いといてあげれば。それともやっぱり理性を保つ自信がない。んなわけあるか。なら置いてあげればいいじゃないの。身寄りのない人を追い出すなんてかわいそうだよ。だいたいクロウちゃんは今さら世間体を気にしたところで全くかけらほどにも微塵にも意味がありませんです。はい、言い切った、微塵とまで。大丈夫、困った時はお姉さんが助けてあげるからどーんと来なさい。
昨日未明、18番区画にてブラックロッジ構成員78名が殺されているのが発見された。治安警察では裏社会の抗争に巻き込まれたものとして捜査を続けているもの。って、このニュース。ああ、それ、うっそうよね。昨日か。単なる偶然だといいんだけどな。運命というものは予期せぬ方向から望ましくない形を持って襲いかかってくるものだ。心しておけよ。この匂いは…うちの冷蔵庫にはこんだけの料理を作れる材料はないと思ったが。うん、何も入ってなくてびっくりしたよ。しょうがないからさっきちょっと買い出しに出たよ。買い出し？金はどうしたんだよ。って、まさか！どう
おお、いける、うまいよこれ。だから、お前はいつまでブスったれてんだよ。あの娘、すっかり我が物顔でここに座っておる。不愉快だ。何ひねくれるなよ。なかなか頑張ってくれてるじゃねえか。あれは、キャッツの肩を持つ気か？やたらと絡んでくるな。何そんなに不機嫌になってんだよ、お前。過剰に反応しすぎじゃないか？が気に食わんとか、それだけの話ではない。あの娘、やはり不吉な気配がある。あれは災いを持ち込む女だ。正直関わりたくはない。だけど、捨ておくわけにはいかねえだろうしな。安心しな。たとえ本当に災いがやってきたとしてだ、こちとら天下無敵のマスターオブネクロノミコンだぜ。俺とお前ならどんな災難だってぶっ飛ばせるさ。
彼は甘い。女に対しては特に甘い。不愉快だ。実に不愉快だ。甘っちょろいことを貫き通せる強えやつを正義の味方って言うんだよ。断っておくが。あ、わらわが気に入らんのは慣れのその楽観的なところだ。ただそれだけだ。他に含みはない。くれぐれもくれぐれもだ。だからなんだよ。そのわらわがだ。あんな小娘に嫉妬しているなどと勘違いしないことだ。はあ？はい、そこ邪魔。粗大ゴミを捨てるだけだよ。むぎゅー。大概にせよ、小娘が。今度という今度は絶対に潰す。ああ、そうか。粗大ゴミでなくて燃えるゴミなのかな。